見せたいもんがある。あら、私にだってあるのよ。いや、ワン君、お腹を空かせてるみたいなの。こいつを見てくれ。ひどい怪我をしてるんだ。怪我を？山嵐にやられたんだ。そりゃ痛がってるよ。まあ、早く取ってやらなきゃ。ああ、分かってる。こちらさんが大丈夫かって心配しとるぞ。まるで顔見知りみたいね。ああ、どうもそのようだな。一緒に旅してたのかもしれん。一体どこから来たのかしら。さあな、狩りの途中でこの2匹だけがはぐれたのかもしれんが、とにかくこの怪我はほっといたら大変だ。その白いのはどこから来た？それがいつの間にかベーコンの匂いに誘われてね、気がつくとドアのとこで悲しそうな目をして立ってたわ。前足でドアを引っかいて、私が近づくと人懐っこそうに寄ってきたのよ。はいはい、あげますよ。さあ、いいか、ちょっと痛いが我慢するんだぞ。すぐ楽にしてやるからな。おい、勘違いせんでくれ。友達を直してやるんだよ。しばらく外に出してくれ。どうやって？餌で誘うんだ。今やるからな。おいで。さあさあ。心配なのはわかるけど邪魔になるのよ。心配してやってるわ。飼い主はきっと探してるわね。明日の朝になったらわしが様子を見てきてやろう。向こうも探してるさ。